これから僕とソラがいつも行くアウトレットペットフードティーヤっていうところに行きたいと思います。そこはいつもね、ソラとよく行くんですけど、まあソラもすごい可愛がってもらって、なおかつ、まあ、いろんなソラの遊ぶものとか服とか、まあご飯とか、まあ、いつもそこで買ってるんですけど、まあ特徴なのがかなり安いんですよ。アウトレットっていうことでかなり安いんで、そして店員さんがすごいいつも優しくお出迎えしてくれるっていうことで、ソラも大好きな場所です。今から早速行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、そらちゃん。そらいつも犬に吠えちゃうんですよね。まだ慣れてなくて。今日もいつもの、はい、ご飯を。あ、ご飯。はい、買いに来ました。おすすめは、今月のおすすめはありますか。今月のおすすめは、はい、このおやつですね。おやつ。はい。200円ですよ。200円。見てください。200円。やばくないですかこれ。マジで激安なんですよ。すごくないですか。種類もたくさんあって。え、これ全部200円ですか。そうですね。ここは本当ですか。200円ですよ。達也はいつもどの餌を買うんですか。いや、それはね、毎月日によって餌がどんどんいろんな種類が入ってきて変わるんですよ。そうだから、まあこうやって安くっていう部分も多分あると思うんですけど、まあ、いつも買ってるのも今回なくて、そうだけど本当めちゃくちゃ美味しそうなものがたくさんあるということで、ちょっと新しくまたソラに、はいはい、いつもね、ソラいつもね、新しくね、いろんなものをね食べさせてるんですけど、またちょっとソラに選んでもらおうかなっていう、ね、これ200円安いね。やばいね。ソラちゃんどれがいい。カン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 、どれがいい。カン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 、あんまり興味ない。全部がいいかな。ということで、さつまいもチップスになりました。そらちゃんそれが良かったのかな。そらちゃんこれが良かった。全部がいいって言ったよ。何、本当これでいいんだね。全部がいいって言ってんだろ。あ、お肉ボールもあるよ。そらちゃんの好きな。そらちゃん好きなの。これはそらちゃん好きなんだよ。ミルクボール。ミルクボール。こちらも100円ですか。100円はやばい。いや、めちゃくちゃ安い。これそらちゃん大好き。これもう買います。そらちゃん大好きなミルクボール。ドッグフードは大丈夫ですか。家ありますか。まだドッグフードまだあるんですよ。たくさんこれはたくさん買って。お洋服もありますよ、そらちゃんの。お洋服もあるよ、そらちゃん。どうする、そらちゃん。こういうの、しかも見て、洋服も1000円以下で1000円以下で買えちゃう洋服ってなかなかないよ、マジで。種類めちゃくちゃあるし、しかも寒くなってきたからね。確かに確かに。なんか一個ね、あ、ダウンもあるよ、ダウン。今そらちゃんは、あ、裸か。あ、かわいい。これもこれサイズどんぐらいだろう。これかわいい。3号ですか。うん、3号か3ロング。これは3はどうですか。これかわいい。あ、いいかも、いいかもです。あ、似合いますね。似合う。じゃあ星という白星ということで、そらちゃんにね、ダウンもゲット。ダウンもゲットって言われて、はい、めちゃ980円だよ。安いね。ありえないよ、この値段。ドッグフードもね、たくさんあって、まあ犬も、はい、犬だけじゃない、猫もあります。まあこっちはドッグフードの安え、ドッグフードだよ、750円。俺最近2000円ぐらいで買った気がするんだよ。でしょ。はい、やばいし。やばやばいんだよ、マジで。安いな。そう、もう多分ね、他で買えなくなるからね。
確かにね、うん、しかもその物が悪いのに結構 ね、 あのねいい高級な商品ばっかだからね。いやすごい、そうマジですごい。猫の商品も、まあ猫俺は、ね、あ猫ちゃんもね、はいはい、猫ちゃんはいないんだけど猫ちゃんの商品もこれめちゃくちゃあってね、本当にマジでおすすめします皆さん。もう早く教えてよ、ね、そうみんなねちょっと伝えたくてここに来たかったっていうのもあります。早く教えてよ、いつもあれでしょ。そうそう最近ね、いるね、あのね、はい、家族になったしね、なったから連れてきたでしょ。一緒に行きたいね。でこの あおもちゃ、おもちゃえ50円、100円、異常でしょ。めちゃくちゃ安いですね。本当に安い。この間もね来てね結構おもちゃ買ったの空に。あ、そうなんだ。そう。水雲じゃあついでにチビちゃんになんかあの買ってこよう。いいんですか。いいっすよ。え、あ、え、いいんですか。いいっすよ。あ、すいません。これいいですか。オッケーっす。じゃあこれじゃあ俺がチビちゃんに。あ、ありがとう。あのプレゼントってここにプレゼントしたいと思います。嬉しいわ。これもお願いします。すみません、あのここって通販とかってやってますか。やってます。 Amazon と Yahoo と、はい、あ、で買えるんですね。買います。あ、ちょっとまた買います。僕もお願いします。ありがとうございます。いや、すごいな、ほんすごいでしょ、うん、ってことで、はいはい、まあ、今日そらちゃんたくさんまたここで買ったということで、またちょっと次行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。はい、また行きます。うわー。いやー。よかったね。いい買い物できました。いや、いい買い物できましたよ。じゃあ次はソラちゃん思いっきり走らせてください。ソラちゃん、運動するぞ。腹ペコだけどね。どうですか、ソラちゃんとのこうデートというか休日は。なんかもうやっぱりソラはもう最高のね癒しですよ。可愛くてで俺、まあ、ソラと出会って、まあ、約1年ちょっとなんだけど、俺普段あんまり、まあ、実家で犬とか飼ってた時にもう犬はちょっと飼うのをやめようと思って、まあ、ちょっと亡くなっちゃったんだけど、もう辛くてだからもう犬なんて絶対飼わないと思ってたんだけど、よくペットショップ行くんだけど、俺そんな別にやっぱもう買わないって決めてたから、そんなあんまりなんて言うんだろうな、犬とは出会わなかったんだけど、ある日にも空を見た瞬間に一目惚れしちゃって、うわやべえってなって、もう俺その時の、まあ、住んでたアパート犬禁止だったし、まあそんななんて言うんだろうな、まあお金もそんななかったし稼ぎもなかったし、なんだろう、空をこうやって幸せにできるかなとかもいろいろ考えたんだけど、でも俺めちゃくちゃもう一目惚れしちゃって、あもう絶対頑張ろうみたいな、空のために頑張ろうみたいな気持ちになって、まあ空を家族に迎えたわけですよ。で今こう頑張れてるのは、まあ、空ちゃんの存在のおかげでもあると。まあ、空の存在もありますよ。だって俺がもしずっとの、まあ、負けたりしてたりとか、まあ、怪我とか、まあ、そういう稼げなくなったりとか、まあ、生活ができなくなったらやっぱ空にもかわいそうだし、やっぱ空あの裕福させたいっていう気持ちもやっぱもちろん考えて試合とかも戦ってますね。今1歳ぐらいですか、そらちゃんは。今1歳。じゃあまあこれからも、まあそらちゃんも長生きしてもらってね、これから、うん、さっき、まあ、長いんでね、まあ、長いよ、まだ1歳だからね、はい、もう100年ぐらい生きてもらうのでね、ちょっとそらちゃんにもねちょっと聞いてみようか。そらちゃん何話も長いし、私はもう疲れた。早く走って終わろうよ。